メガラニアとは、およそ4万年前の新生代第4期更新世のオーストラリアに生きていた陸生のオオトカゲの一種である。かつてはメガレイニエプリスカとして独立した族と考えられていたが2004年に再分類されオオトカゲ族の一種に組み入れられた。全長は5から7メートルで、爬虫類ユーロコメ。ペレンティーオオトカゲに近い仲間で、それに似ているがはるかに巨大で、 史上最大のトカゲだったとされる。植生はおそらく肉食。同じオーストラリアに生きていた、有体類を餌にしていたと考えられ、この時期オーストラリア大陸に渡ってきた人、現在のアボリジニの祖先とも遭遇していたと考えられる。その他の競合相手としては、有体類のティラコレオや、フクロウオカミ、ワニのメコスクス類が挙げられる名前の意味は、大きな放浪者。 同じ更新世に生きていた史上最大の陸亀であるメイオラニアも小さな放浪者という意味の名前を持っている。絶滅原因は今もはっきりしていない。環境変化やそれを原因とする餌となる有体類の激減、それらを加速させただろう人にも間接的原因があるという説が有力であるが、いずれの仮説も各たる根拠がないとされ。 下記のような生存説が囁ささかれることになった。絶滅したと信じられているメガラニアであるが、近代に入って、主にオーストラリア北部で巨大なトカゲを見たという目撃談がある。この他、パプアニューギニアでも1990年代にメガラニアと見られる大トカゲを見たという証言がある。しかし、いずれの目撃談もメガラニアが発見。 被災された後、もしくは比較的近年に言われており、それ以前にオートカゲを見たという目撃証言は皆無であった。また、メガラニアらしき生物の目撃が多発しているとされる、オーストラリア北部の環境は、メガラニアが生きていた更新よのオーストラリアの環境とは大きく違うとされる。そのため、古生物学者の間では、メガラニア生存説は認められていない。ありがとうございます。